百回岳は、大峰山脈に属する奈良県吉野郡黒滝村の山、百羅岳とも、古くは、鳥栖山と呼ばれた。吉野山の最王、青根が、峰から西に伸びる尾根にある。山頂より、西の斜面山腹には、鳥住の集落が広がり、集落と山頂の間には、鳥住春日神社と宝角寺とがある。百羅岳と呼ばれるようになったのは、 消防が歌情報の直命を受けて、おろちによって閉ざされていた大峰山を解散するにあたり、山頂に上りホラ貝を吹き鳴らし、その音が百のホラ貝を吹き鳴らしたように山々に響き渡ったためと言われる。大蛇はこのホラ貝の響きに誘われて山に向かってきたので、消防は法力を持って自爆し、お供の箱や官兵衛が大まさかりを振るって大蛇を切りつけ退治した。 と伝えられる放角寺には、消防のホラガイと、退治したオロチの骨と伝えられる動物の骨が、保管されているという。現在は、地蔵峠より、鳥住春日神社へ、自動車が通れる道路があり、そこから方角寺を経て山頂に登ることができる。方角寺から山頂へ至るルートは二つあり、一つは、方角寺の栗の裏から、消防の病棟を経て山頂に至るルートと、 もう一つは、宝閣寺本堂の横を通り、山腹を通って、金峰神社へと至る、登山道の途中から山頂に上がるルートがある。共に2キロメートル以内である。ポピュラーな登山ルートとしては、金峰神社から尾根ずいに歩き、そのまま100階だけに登り、消防の病棟を経て、宝閣寺に下る。ありがとうございます。